チョコレート博物館のショコラーデントルテ。チョコレートケーキは、チョコレート、または、ココアパウダーを主要材料に含むケーキである。ケーキの生地にココアパウダーを混ぜて、焼くのが基本で、さらに、チョコレートクリームを塗ったもの、表面をチョコレートでコーティングしたものなど様々な作り方がある。材料に、チョコレートが含まれていても、 飾りなどとして少量を使っただけではチョコレートケーキではない。一般に材料の色のためにケーキ全体がチョコレート色をしている。チョコレートケーキは日常のデザートからバースデーケーキやクリスマスケーキまで様々な需要がある。フランス語ガーティアウェイユーショコラに由来してガトーショコラとも呼ばれる。カカオは 主要原産地の中央アメリカではかつて飲み物として用いられ、ケーキのような食べ物に使われることはなかった。カカオが16世紀にヨーロッパへ紹介された後も、しばらくは飲み物、飲み薬として利用されているだけだった。記録上、最初のチョコレートケーキが現れるのは、18世紀である。1719年、料理研究で知られる貴族のコンラッド・ハッガーが、 書き残した料理手帳には、チョコレートトルテのレシピが記録されている。1774年、ベルギーのブリュッセルで観光されたムノンチョの料理本、ブルジョアの女料理人の中には、チョコレートのビスキュイが紹介されている。これは、小麦粉に、同量の、細かく砕いたチョコレートを混ぜ、メレンゲを加えて膨らませる、ビスキュイやラ・キュエール類似の焼き菓子である。 ビスキュイやラキュイエールと同じようにスプーンで成形した小さなケーキとも丸いマンケ型を使った大きな切り分けるタイプのケーキとも言われる。これらはチョコレートが菓子の材料に使われた最初の例でもある。ホテルザッハーのザッハトルテ。19世紀に入ると1832年にオーストリアのウィーンで作られたザッハトルテがある。ザッハトルテは翌日には ウィーン中の評判になるほどの好評だったという。今でもザッハ・トルテは、ケーキの王様と称えられる。その後も、世界各地で様々な種類のチョコレートケーキが生み出されている。チョコレートケーキの作り方は、多種多様であるが、カカオの使い方で大別して、以下のようなものがある。一つの方法だけを用いるのではなく、組み合わせて一種類のケーキを作ることも多い。 ケーキの材料として使うチョコレートは、そのまま食べる個体のチョコレートとは少し違う成果用のものがある。一般に糖分が少なめで、カカオ分の含有量が多い。特に本段や詰め物用には、クーベルチュールチョコレートと呼ばれる糖分が少なく、ココアバターが多めの規格があり、これは有点が低いという特徴がある。一般に各家庭ごとに独自のレシピを持つ、 家庭菓子でもあり、おばあちゃんのケーキの俗称でパリコにも親しまれている。ブラウニー、ガラッシュケーキ、ブルガリア生まれのチョコレートケーキ、欧米を中心に様々な種類のチョコレートケーキが作られている。代表的なものとしては以下のようなものが挙げられる。他にも特別な名はついていなくとも、シフォンケーキやフランクフルタークランツ、クグロフなどのバリエーションとして、 チョコレート風味のものは多い。なお、日本ではガトーをショコラという名が、チョコレートケーキの種類名のように使われることがあるが、本来のフランス語では特定の種類のケーキを指す言葉ではない。ガーテアウは焼き菓子、ケーキ、英雄は、の、で、と、ショコラは、チョコレートの意味で、焼いたチョコレート菓子、チョコレートケーキ一般を指す言葉である。日本語では、 フランスの伝統的なチョコレートケーキの総称の意味で用いることもある。また、ガトーショコラという、さらに生まった和製仏語名で呼ばれることもある。アメリカ合衆国オーストリアドイツハンガリーフランス、ブルガリア。ありがとうございます。